あやちゃん。最近さ、キングダムハーツをやったのよ、久々に。ワンをね。ほー、いいっすね。家族でなんかやろうみたいな感じで、はいはい、ワイワイやったわけよ。で、宇多田ヒカルがさ、テーマソング歌ってるの分かる？分かりますよ。光ですよね。覚えとんね。めっちゃいい曲じゃん。うん、マジでいい曲じゃん。そうね。あの曲、俺の記憶だと、うん、あの曲で宇多田ヒカル炎上した記憶あったのよ。早めに向かう。なんかあった、覚えてるわ。あれだよね、PV で皿の裏洗ってないみたいな。そう、洗い方が雑すぎるからって炎上して、うん、それなぜかさ、それ聞いてしょうもない炎上って他にもあるだろうと思って、はい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 、調べたわけよ。しょうもない炎上で宇多田ヒカルなんて日にならないやべえなりました。お、誰かっていうと、我らがヒカキンなんすよ。はいはいはい。ヒカキンがこういうツイートをしたんですよ。地震があった時に、東京にいましたが久々に恐怖を感じる長い長い揺れでした。地元新潟県の川越市、そして震源の長野県北部、怪我人がいないことを祈ってます。いいツイートですね。さあ、なぜ炎上したでしょうか、このツイートで。これ炎上したの？そう、炎上した。お前は20億のマンション住んでるくせにな、みたいな。惜しい惜しい。正解は、地震の心配をしたから。どういうことマジで。言ってる意味が分かんないせつさん。いや、俺も分かんないんだけど、うん、このツイートしたら、うるせえ、死ね、消えろといった罵声を浴びせられる炎上騒動へと発展してしまったのだって書いてある。マジ終わってんな日本。いや、日本終わってるよ、これは。ヒカキンいじめて楽しいか。俺聞いたことないよ。しかも何がやべて、ヒカキンソロとしっかり寄付してるからね、何千万と。偶然だよね。逆に何したら炎上しねえんだよと思っちゃった俺。なんでしょう、もう嫉妬の対象なんでしょうね、完全に。全国民の、うん、まあそうだろうね、そこだけだろうね。あと、おそ松くんのキャラのシャツを着ても炎上したんだよ。そうなんだ、ヒカキンが。なぜでしょう。なんかヒカキン炎上クイズ。いや、そうかもしんない。おそ松さん見てねえくせによ。惜しい。正解は、おそ松くんの服を着たからです。むずいって。むずいって。おそ松くんにさ、なんか袖がひらひらさしてるキャラいるじゃん。あれね、十四松ね。あ、そう、十四松。それの素振りをしたんだ。はいはい。怪我されたみたいな感じで炎上した。じゃあまあ別にそれは違いますやん。十四松の服を着たからじゃなくて、十四松の服を着たヒカキンがうざかったんでしょ。あとはね、これ普通にアケビっていうその果物があるんだけど、うん、食べ方が違うからって炎上してた。もうなんかあれなんだね、普通には生きれないんだね。確かにそうだね。だって顔をさ、分かんない人いないじゃん。うん、確かに。外歩けんのかな。ちなみに俺ですら最近、前どっかの動画で声かけられたって言ったんだけど、地元でまた会ったのよ。ずっとサヨドラ見てますって言って、はいはいはい、カレー食ってたら、カレーって魚の方になっちゃう。あ、そう、あのね、発音おかしいんですよ、ここはね、ごめんね。俺レベルだとやっぱ嬉しいわけよ。確かにね。ヒカキンとか声かけられたらどう思うんだろう。でも俺普通に前新宿歩いてたら、ヒカキンとローランドがなんかいましたよ。その周りになんか人だかりがあるわけでもなく、スタッフが特別いるわけでもなく、ヒカキンとローランドが一緒にいました。多分オーラがすごすぎて誰も声かけれなかったんちゃうかな、逆に。確かに話しかけれないかもしんないね。わかんない、ヒカキン単体だとわーってくるかもしんないけど、ヒカキンとローランドが一緒にいると、おー、いるわーって感じだった。だ、それ悟空とルフィが歩いてるでしょ、一緒に。そうだね。声かけれないって。生で見たけどちょっと話変わるけどさ、はいはい、俺最近めちゃくちゃびっくりしたんだけど、薩摩川 RPG 見たのよ。あー、はいはいはい、あのあれだよね、コートチェンジみたいな、コートチェンジ、コートチェンジ、プレイヤーチェンジ、プレイヤーチェンジ、チェンジ。あ、そうそうそう。で、俺さ、めちゃくちゃ好きだからさ、超興奮したわけよ。ただプライベートだから俺声かけなかったので、そのことをみんなに言ったの、周りの知り合いに。薩摩川 RPG 見たんだよって。誰も知らなかった。知らない人がいてもおかしくはないですけどね。俺としてはもうローランドレベルなのよ。ああ、薩摩川 RPG？ うん、めちゃくちゃ嬉しかったの。C3PO、それはどんぐりたけしな。どんぐりたけしな、それは。もうでもね、東京住んでて、今時芸能人がどうたらこうたらみたいな、ないけどな。見すぎてない。かばっちまったわ。うん、正直。須田持ってこいよ。まさき？うん。まさきが卓球してたとかならさ、まさき卓球してたぜぐらいにはなるんだけど。それはね、毒されてる、お茶さん、東京に。それはそう。それはそう。本当に最初芸能人見た時の感動とはやっぱ違ってきてるよね、さすがに。いや、そうなのかな。うん。皆さん、あの本当にね、東京はね、芸能人が多いんです。あ、でも確かにそれは俺ケンコバ普通に見たもん。あ、でしょ。いや、薩摩川 RPG よりケンコバのがすごいしな。確かにそれはそうかもしれん。それはそう、絶対そうかもしれん。やっぱ東京来たての頃はさ、いろんなことにワクワクしたわけよ、俺は。ワクワクしたね、確かに。ドンキホーテに入ってもワクワクしたくなった瞬間に、俺はかぶれたなと思った。
あードンキホーテか。俺愛知県にいる頃はドンキ行くだけで10時間ぐらいずっとワクワクできたから。へえ、そういうのはないな。あってごめん、ヒカキンだと思ったら人間だった。でも最初それこそさ、中目黒のあの LDH の事務所の周りってさ、めっちゃ芸能人多いのよ。あ、そうなんだ。そうで、中目黒で働いてたんだよ俺。はい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 。そこでなんか城田優とか見た時はうわっってなった。あの、俺も生城田優見たことあるけど、迫力、あの表情筋がすごかったわ。表情筋なんかね、顔はね、うん、違うの。あ、そうなんだ。うん、なんか生き物として違う感じしたね。まあでもなんかわかる、初めて見た芸能人の印象ってずっとあるよね。ああ、あるかもしれないね。だから俺今でもずっと戸田恵梨香が、うん、その当時付き合ってた彼女と一緒にカフェに行ったら、うん、戸田恵梨香が横で飯食ってたんだけど、おお、すごいね。その時はね、もう硬直した。硬直した。うん、戸田やんって。その辺いるね。めっちゃ近い。次やるよ。なんかヒカキンにやられてます今度は。もう戻ります。いや、ダメ。もうな、何なんだこいつは。俺一回生で粗品見た時スタイル良すぎてびっくりしたわ。あれ、粗品さんって一回ぐらいなんか一緒に出ませんでしたっけ。粗品は出て、俺は出てない。あ、俺か。多分お茶さんだと思う。あ、めっちゃ近い感じ出すやん。はい。あ、そうなんだ。まだその段階なんだけど出すやん。怖っ。かぶれてんな、お茶くん。そっかそっか、粗品さんは初めてか。でもさん付けはするんだ、偉いね。なんかさ、あの、うん、学校へ行こうみたいな感じではないけどさ、うん、最近もあるのよ、売れてる芸人さんが高校に訪れて、はいはい、かくれんぼしてみたいな、それを見つけるみたいな。学校へ行こうじゃねえか。青春だなと思って。嬉しいだろうね。来て欲しかったなとは思う。あ、来たことない。え、ナイス。うちね、あるんですよ。誰誰。高田純次。高田純次めっちゃくちゃかっこよかったし、いいね、まんまだった。そのカメラ回ってない時も本当に同じだった。女子生徒にギリギリセーフなセクハラ発言するみたいな。やばい、それ大丈夫なのかよマジで。そう考えると確かに大阪行った時は芸能人なんか見ることなかったな。東京来ちゃうとね、感覚変わっちゃうよ。うん、確かにいすぎっすよねちょっとね。まあそうだね、それは。幼い頃に芸能人とかさ、芸人に会ったらさ、それを見て憧れて同じ道目指すみたいな人増えそうじゃない？いや、あると思う。やっぱ、あ、そ、こんなすごい人がいるんだってなるよね。ね、進路に影響を与えそうで。それもあってうちの学校逆にそういう人入れなかったんかな。進学校だったから、なんかそういう道に進ませないみたいな話なのかな。勉強だけ。進学校ってさ、うん、どこの大学に何人出したよみたいなのが結構実績値になるんですよ。あ、そうなんだ。そう、進学率何パーとかが。そう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 、少しでもいい大学に入れたいわけよ。だからもう娯楽みたいなのなるべく排除したいんだろうね。でも修学旅行とかあったでしょ、さすがに。あったよ、あったよ、もちろん。まあそれは別か。わかんない、どういう、あー、やだ。ちなみにね、いるよ。後ろから車をちょっと聞いてない、ね、やばい、マジで。後ろ本当にやばいね。俺死ん、俺、あ、ごめん、俺、聞くから。聞いたね。マジか、引き返すのがよ、俺。いや、無理無理無理。生きて、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 生きた。そこいるんだよな。きつい、きつい。これ勝ったら天才だもん。うわー、やばい。絶対弱い。リボンじゃ強すぎやろ。リボンじゃ強すぎやろ。